カモンマテリアル、マテリアルのすがめころです。ヒューのあゆみです。カモンの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、はい、7月、何がおかしい、なんかね、そうマテリアルじゃないですか、うんうんうん、私ね、マテリアルでパーにしちゃうからいつもじゃんけんで勝ってるのって思っちゃうね。でだからグーに戻すんですよ。あーって勝ってる。それでなんかちょっと、はい、あの優越感に人って、ね、ちょっとね、若干ね、なるほどね、はい、でもすぐにグーにしちゃう、はい、あかんわって思ってグーにしちゃう。はい、はい、という、7月22日は、はい、どんな日なんでしょうか。はい、今日は下駄の日です。おお、はい、下駄、はいはい、に、全国木製履物業、うん、え、履物業組合、はいはい、連合会が制定しました、はいはい、7は下駄をつく、7月の7は下駄を作る時の寸法に7寸7分という数字が使われたことから7月、はいはい、で22は下駄で歩くとその後が2に見えることから7月22日になったそうです。はい、下駄の良さを見直してもらうことが目的で作られました。はい、下駄、うん、下駄ね、僕ずっと履いてましたからね。で、多分何年間かずっと僕下駄履きでそうしてましたね。うん、で、いや本当にね、あれ気持ちいいんですよ。うん、すごい気持ちいい。まああれね、そのアスファルトに削られていてどんどんちびていくっていうのが、はい、あれやったりするんですけど、うん、でもね、あの下駄になれると、うん、あの何やろ、家に上がった時にめっちゃ足が楽になるんですよ。うん、ああ。そっか、うん、めっちゃそこはそうそう、もう硬いから、硬いですもんね、硬や、うん、でそうなんやけど、うん、鉄の硬さとかとは違う、うん、柔らかさみたいなのもあるし、あれずっと履いてたら、うん、そのこっち側の面も削れていかないんですか、うん、その足に合ってこないんですか。いや、それはない、それはないそれはないそれはないねんけど、うん、あのどうしてもね、ほら人間ってさ、うん、あの内側に体重かかってるとか外側に体重かかってるとかあるのよ、はい、あれをあの下駄で歩いてると、はい、もうどっちに体重かけてる人がすぐ分かる。ああ、うん、そっか、どんどん減っていく。そう、うん、で、あの下駄屋さんにこれ教えてもらってんけど、はい、あのどうしたらいいんですかねみたいな話をしたら、うん、あ、毎日入れ替えてください。ああ、はい、それは右を左はないないんですか。ない、一緒。サイズはどうなってるんですか。サイズは L 寸とか M 寸みたいなのがある。あ、さっきのね、7寸7分、うん、っていうのが、あの木の大きさ、多分ね、それね、長さとこの厚みの話だと思う。だから長さが7寸7分じゃないんじゃないかなと思う。うん、だってそ、足の大きさそれぞれあるもん。だって子供はどうするんだろう。そうですよね。うん、うん、まあだから、まあ、俺もそこはあのはっきり確認してるわけじゃないからですけど、うん、でも、L 寸 M 寸みたいなのはありますよ。うん、うん、そう。で入れ替え、あの左右入れ替えといたら、左右が何から、要はだからこっちにかかってる人も入れ替えたらこっちにかかってるけど、うん、今度あの上がりが逆になるから、うん、でも足も矯正されるかもしれないですよね。まあまあ、あのなかなかそうはいけへんけどなけど面白いよね、それ。履いてて気持ち悪い感じになりますもんね。なるなる、だ削れすぎたら、ね、削れてたら、ね、そう、削れる前に入れ替えるっていう。あ、そっかで逆に内側ばっかり削れる人もおって、うん、でこれまた入れ替えてこうっていう。ああ、なるほど、うん、あのなかなか面白いですよ。そうですよね、うん、まああのなんか詳しくどういうことかはよくわからないんですけど、うん、あのやっぱ下駄健康にいいとか言いますからね、うん、あの鼻のところね、あのしっかりとこうあの力を入れないと、うん、こう前出ていけない、ね、走れないしね、あの橋の大変やね。あの走らんさんといてって、うん、もう嫁さんに歩いてる時のもうお願いや、俺下駄履いてるからさ、そんなに早く歩くと歩かれへんねん。
あれやっぱり最初はこの親ここになんか豆できたり。あ、できますできます。できるというかね、あのね、慣れてなかったらやっぱり。なる。うん、あの痛いっていうのはあるかもしれない、うん、そうですね、夏祭りとか浴衣着て下駄履くじゃないですか、その時めっちゃくちゃ痛いんですよね。でもね、あれはそれね、やっぱね、合ってる下駄履いてるかどうかも、あ、うん、だから合ってないやつ履いてたら痛いのは確かにあります、うん、だから合ってるやつ履いてたらそうでもない。でもやっぱりずっと履いてるとこの辺固まってくるから、うん、あの、ね、誰かがもう書いて、なんか本かなんかで書いてたけど、あの江戸時代の人と現代人は、うん、足見たら分かる、で江戸時代の人は下駄とか雪駄とか、ね、あの草履とかそんなんばっかり履いてるから、うん、やっぱこの指の間のここのところがやっぱ強く硬くなってるっていう、うん、だからここになんかここが硬くなってるのが江戸時代の人で、あの現代人はそこが柔らかいから、あの足見たら分かるって、タイムスリップしてきた人だったらね、江戸時代から来ました言うても、あ、嘘やとかバレますね、うん、まあ逆に下駄ずっと履いてる人だったらバレへんわけね、うん、あ、そう、はい、そしてもう一つ、はい、はい、ディスコの日です。お、うん、日付はディスコンブームのきっかけとなったジョン・トラボルタ主演のサタデーナイトフィーバーが日本で初公開されたのが1978年7月22日になったことがちなんで、7月22日がディスコの日となりました。78年か。フィーバー、うん、そんな感じでしたよね、確かね、はい、はい、レコードで音楽を流しダンスを踊る空間として1970年代から若者の人気を集めたディスコ、うん、その魅力を夜多くの人に知ってもらうことが目的で記念日が作られたそうです。なるほど、はい、もうね、ディスコというのかクラブというのかでもう年代が違うみたいな話があったりして、はい、ディスコね、うん、でもこのサタデーナイトフィーバーっていう作品があったから、うん、このフィーバーって日本人で絶対使ってないやん。フィーバーってどういう意味？まあフィーバーって熱があるってこと、うん、あ、そう、熱中してるとか、うん、なんかそういうことなんですよ。だからそうそう、あれやん、パチンコだってフィーバーやん、うん、あ、そっか、フィーバーかかったとかね、でフィーバーって言葉を日本人に植え付けたのはこのサタデーナイトフィーバーで、あの一番覚えてるのは、あのほら熱中時代、刑事編と、うん、あの、教師編があるけど、うん、教師編の方で、あの歌がね、うん、僕の先生はフィーバー、嵐を巻き起こすフィーバー、うん、っていうね、はい、そうそう、そんな歌詞今までなかったからね。あの曲は、うん、熱中時代っていう曲、うん、そうそう、いや曲は曲名何やったか忘れた、なんかな、その曲は、うん、あの何だっけ、あのクイズ番組に流れ、うん、クイズ番組やったっけ、あのバラエティ番組で、あー使ってるね、使ってるね、はい、はい、あれのイメージしかない、うん、それで初めて聞きました。でも私、まあそうだよね、うん、そう、生まれてないんかな、生まれてないかな、あの時な、うん、そう、うん、まあまあそうなんですよ、だから、うん、はい、そうですよね、だから、うん、このジョン・トラボルタのおかげで、まあいろんなもんがね、うん、はい、日本に根付いていったということですね。ディスコもね、その一つですね。その一つ、はい、そしてこのね、マテリアルではディスコーズハイの上映があるということですね。はい、8月にあります、はい、8月楽しみにしててください、はい、ということですね。はい、はい、はい、ということで、今日のですね、このプレゼンありかなしかですね、はい、お待たせしました皆さん、情報一部解禁します。お、はい、はい、第8回ドラゴン映画祭2023アット新今宮、スペースハウス長の、開催の情報ね、はい、ここでちょっとね、プレゼンしたいと思います、うん、よろしくお願いします、はい、はい、というのがですね、11月の25日26日、うん、が本チャンで、24日に、金曜日ですけども、はい、に前夜祭、ね、はい、をやります、はい、でこれスペースハウスっていう、うん、イベントビルがありまして、はい、1階がライブハウスなんですよ、うん、で2階が
なんとネパール料理の店です。飲食店、はいはい、で3階とで4階がね、あのそこのビルの事務所なんで使えないんですけど、うん、5階があってその3階5階で上映基本は。で、1階のライブハウスでも、まあ、イベントごとの一つとして、映画上映もやるということで、もう一棟丸々借りて、はい、なんとあの上の、 あの屋上でまでね、いろいろと遊べるという、うん、まあ、一大イベントとしてですね、はい、今回、ドラゴン映画祭、また今年もやることになりました、うん、はい、ということですね。よ、うんうん、で今日はね、うん、何を喋るのかというと、はい、うん、あの作品を、はい、上映作品をなんとね、うん、僕とあの小坂部さんで実はまあまああの、僕ら、ドラゴン川本隆弘と僕らが一応その共同主催みたいな形になってまして、はい、まあ、ドラゴンはドラゴンであのかけてほしいって言われたやつを持ってきてるんですけど、うん、それ以外の作品は僕ら2人で、集めてまいりまして、うん、はい、なんとですね全部で20作品はい、20あります。で、総上映時間が、なんとですね28時間43分、うん、ということなので、うん、何回上映できるかちょっとはっきり言って分かんないんですけど、うん、あのなんとかできるだけねたくさんの人に見ていただきやすいようにはしたいと思っております。はい、で、とりあえずですね、分かりやすいやつから言うと、カバー上映しますまた、うん、はい、ね、でそしてカバとその兄弟作品になるトモル、はい、まあ、これも上映させていただくと、うん、で、まあ、ただトモルは本ちゃんではなくてひょっとしたらあの、前夜祭だけの上映になるかもしれないですけども、はい、一応トモルもラインナップに入っておりまして、はい、うん、はい、で以下、言っていきますと西成金魚っていうね、うん、あの森澤さんっていう、監督の作品が、来ておりまして、はい、でそしてですねこの番組でもあのドラゴン映画祭でね、上映することになりましたという形で紹介させていただきました「みんな生きている」うん、はい、あの榎本さくら君がプロデューサーで入っておりまして、はい、主演樋口大悟さんの、医療ものでございますね、はい、はい、そして、まあこれも社会派作品というかあれなんですけど「ひとつぼっち」春純さんのね、うん、作品でございます。はい。そして、これまた私の作品なんですが、大きな木になりたい。うん、まあまああのみんな生きているがね、あの、要はこれも、骨髄移植のお話で、はい、骨髄バンクの話になってるんですけど、うん、大きな木になりたいは心臓移植の話なんで、はい。はい、うん、まあまあこれも一緒に上映したいなと思っております。うん、はい、はい。そして。来ました愛のくだらない、はい、はい、まあ、番組でも紹介させていただいたことありますし、はい、そしてこのマテリアルでもね、はい、野本小杖特集ということで、はい、上映いたしましたけれども、はい、まあ、愛のくだらないはここではね、ま、上映やってないんですね、はい、で、ドラゴン映画祭で、はい、なんと帰ってまいりますということですね、はい、そして次が遠い雷鳴、はい、はい、大橋貴之監督ね、はい、はい、こちらでも上映させていただこうと、はい、そして、絆王子と無限の一歩来ました、はい、はい、まあ、これもね、はい、またマテリアルの常連となっております、はい、常連となっておりますけども、はい、ドラゴン映画祭でも上映したいと思います、はい、そして来ました雲旅、おー、下本次監督、はい、そしてなんとですね、はい、下本次監督ライブもやります、はい、雲旅と、セットでライブしていただきますので、うん、はい、こちらも楽しみにしておいていただきたいと思います、はい、そして次がですね、レンタルファミリー、おー、これね結構ね面白いです、うん、はい、ぜひ期待していてください。めちゃくちゃ新作ですもんね、もう超新作です、うん、はい、そしてヒゲの校長、うん、この辺ねちょっとねあの社会派作品になってきます、うん、はい、そしてあごめんなさいその間に入り込みました、さようならさようなら、はい、あの、はい、ここでも上映をね、はい、7月に、はい、やってます、はい、はい、そして、はい、これがね俺結構やばいんちゃうと思ってるんですけど、ライフワーク、うん、
アキラ黒沢、はい、これねもう大玉ですね、うん、はっきり言ってどういうことかというと、はい、ランやったっけ、ランです ね, ランですね、はい、映画ランってありましたよね、黒沢アキラ監督のね、はい、あの映画ランを撮ってる時にどんな感じやったかっていうのをあのカメラ回してた人がいるんですよ、はい、ね、うん、で あなたずっと撮っときなさいって言われて、あの黒沢監督ずっと追っかけてるんですって。でところがそれフィルムで残したはいいねんけど、その後そのまんまほったらかしやったと、はい、でつい最近黒沢プロでどうやらそのフィルムが見つかったらしくて、でそれをなんと編集して、うん、作品にしちゃったというやつで、うん、超貴重でどこでもまだ見れてないというやつです、うん、はい。なのでこれ黒沢ファンというか、うん、映画好きな人たちには、うん、これちょっと、うん、どういうものかだけでも見たいなっていうやつだと思うんですよね、はい、はい、うん、割とこれ大玉というか大目玉じゃないかなと思ってるんですけども、うん、これがね1時、まあ、90分ぐらいの作品になりますんで、うん、ぜひ期待しててください、はい、はい、そしてですね、次は横須賀北、これねいい作品だということで、うん、私の友人でもある配給会社のシネマゴの出町さんから超プッシュが来て、うん、入れることになりました、うん、で、大塚監督って言うんですけど、めちゃめちゃいい人です、うん、人間性すごいいい、そして作品もその人間性が現れているという、うん、これに出演した役者さんがめちゃめちゃ惚れ込んで、うん、一緒に作り上げたという作品になってますので、ぜひこれも期待していてください、うん、で次がこれね、うんちから土へと、もうこのタイトルがすごいでしょ、うん、小杉くんっていう監督なんですけど、はい、これ46分の作品ですね、はい、で見えるものと見えないもの、これも社会派作品になりますね、うん、はい、といった感じで、あと、いくつかあるんですけれども、はい、今言っただけでも、18作品とか、うん、はい、皆さん2日間で上映なので多分1回しか上映できへん作品もあるかとは思うんですけど、うん、はい、十分楽しんでいただける感じにはなってると思います、うん、でまあビルのね1階から5階屋上までね、うん、いろいろ行き来しながら楽しんでいただけるし、うん、なんやったら2階のレストランっていうか、うん、あれなんですけど、ネパール料理の店結構ねくつろげるんですよ、うん、はい、ラッシー飲んで待ってるとかでも全然時間潰せるし、うん、まあおそらく制作関係者とかもうろうろしてたりその辺で飲み食いしてる可能性あるので、はい、うん、本当に一棟の中で全部完結できるぐらいの感じになってるので、ぜひ楽しみにして来ていただきたいなと思ってます、はい、もう今から11月25、26、そして前夜祭の24開けといてくださいぜひ、はい、はい、という、今日はですねドラゴン映画祭の、お話をさせていただきました、はい、ちょうど10分ぐらいですはい、はい、はい、まあそうですね、だから、うん、映画を見るっていうだけでもそうなんですけど、うん、いろんな楽しみ方できると思うんで、ライブもありますし、ね、そうですね、ライブも楽しみです、はい、だってラクザ出ますもん、うん、ラクザファンこんわけにはいけへんっていう、ね、そうですよ、はいはい、もうね来てください、はい、ぜひ、楽しみにしていただければ、あ辻翔もやるんじゃないですか、そうですね、はい、パフォーマンスで、うん、はい、はい、辻翔くんの立体髪切り、はい、またね見れます、見れますんで、うん、ぜひ、そういうのも含めて楽しみに来ていただきたいなと思います、ね、盛りだくさんですよね、めちゃくちゃ盛りだくさん、高等賞だから、うん、去年はね新世界東映、うん、でまあ確かに一つのビルの中に3つのスクリーンがあってって感じだったんですけど、うん、ちょっとねなんか中でこう行き来するのが難しかったりとかいろいろあったんですけど、うん、まあ、今回はビルですから、うんうん、もう行き来はもう階段で全部やっていただく感じになるんですけど、うん、はい、楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ期待しておいていただきたいと思います、はい、はい、ということで、第8回ドラゴン映画祭2023@新今宮スペースハウスの、
作品情報をお伝えしました。ちなみにね、まだ言ってない大玉作品あります。あります、うん、これが一応基本的に超目玉なんですけど、なんとその監督が来るっていう話があって、すごい、言いたいねんけど今日は言いません。はい、はい、お楽しみにしててください、はい、ということでドラゴン野菜でした。ありがとうございました。はい、では次あゆみ。はい、お店の情報です。本日ですね、さようなら上映があります。はい、さようならの最中です。はい、はい、最中ですね。最中です、はい、今日と明日2回あと2日間ございますので、はいはい、ぜひぜひお越しくださいませ、うん、ね、こちらの方野村監督も来ていただいていますので、はい、ぜひ、ね、アフタートークも一緒に楽しんでいただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。料金が2000円プラスワンオーダー制となっておりますので、はい、お越しください、はい、そして8月に入りまして、はい、8月4、5、6と一つ星です。来ました。はい、一つ星です。はい、上映しております、はい、こちらね、平山さんのアフタートークがあったり、はい、女優の三村さんが、直接お越しくださるアフタートークもございますので、はいはいはい、十分楽しんでいただけますのでお越しください。こちらも、こちらは料金1500円プラスワンオーダー制となっております、はい、お時間の方はそれぞれね、異なっておりますので、ぜひ確認の方ホームページでよろしくお願いいたします、はい、そして8月の7と20日が絆王子と無限の一歩です、はい、の上映がございます、はいはい、7日は、月曜日になりますので19時30分スタート、20日は日曜日なので10時スタートになっております。朝10時からやっております。はい、2日間8月はやっておりますのでぜひお越しください。そして、8月の11日はディスコーズ、はいはいね、はい、11日、12日、13日、はい、3日間ありますのでぜひぜひ皆様お越しくださいませ。こちら料金、1500円プラスワンオーダーとなっております。お時間の方はホームページの方をご確認いただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。そして8月まだ言っていいかな8月14と28がカバの日です。8月はね、はいはい、2日間、第2、第4月曜日はカバの日で14と28です。もうね、先月もね、はい、そう、フライデー、いや、カバ、フライデーじゃなくてね、うん、あっち岐阜県、あ、岐阜県、うん、そう、岐阜県ってね、うん、このカバの主人公というかメインになってるカバ先生のふるさとです、うん、でなんとそのふるさとでも上映してすごいたくさん人が来て、うんうん、で、新聞3社に取り上げられた、すごい。でその後、うん、その後別の、美濃鴨市っていうところに行って、うん、なんと朝10時からの会が満員御礼どころか立ち見が出たと、えらいことになってました、うん、はい、フィーバーですね。もうフィーバーフィーバーだ、はい、カバフィーバーが、カバ先生のふるさとの岐阜で起こってますから、ね、それめっちゃ嬉しいですよ ね、はい、だからそれがね、8月ね、はい、またありますから大阪でも見れます、ね、はい、はいはい、で8月の18、うん、19が、うん、ラクザライブ2 days です。今回はい、2 days となっております、はい、そしてでもね、19日がもう完売しちゃった19日はもうすぐ完売、人気だからね、人気だから。でも18も本当に残りわずかのお席になってますんで、うんうん、ちょっとお問い合わせいただきたいなと思いますので、お電話ください。よろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、じゃあ行きます。今日のグッチョイということでですね、今日はですね、はい、ノリノリでノリノリでちょっと紹介したいなというのがありまして、はい、はい、何を言うかというと、インディ・ジョーンズです、はい、お、俺さ、あれ何月やったっけ、実はディズニーシーに行ったの、お、行ったんですね、今年行ったの、で行って初めて乗りました、インディアナ・ジョーンズ、うん、すごいのねなんかジープみたいなのに乗せられるんだけど、うん、このシートベルトないね、うん、でなんかこのなんか安全ベルト、安全ベルトらしいねんけど、なんか全然これ俺抜けるでこれにをベルトしてください、ベルトしてくださいって全然これ抜けるやん、大丈夫これみたいな、そんなベルトですんごいガッタンゴトンガッタンゴトンしてさ、うん、もう俺絶対これ普通に飛ぶよとかいうような
えぐいアトラクションやったんですけど、はい、それの元になっている映画のお話なんですけど、はい、最新作がね、はい、運命のダイヤルが今ちょうど上映中になっていると思うんですけど、はい、あ、もうでもこの時期終わってんのかな、これ。22とかと、いや、まだやってると思うんですけど、これがね、あの、僕、あの、ある意味好きな映画で、すごい、で、あの、レイダース失われたアークっていうのがね、1981年ですから、僕11歳の時に、上映さ、公開されて、でその次、魔球の伝説、これもまたね、すごかったんですよ。はい、あのインドに入っていって、あの探し出すという秘宝を、ね、探し出すというお話、はい、で、最後の聖戦、これがあのお父さんが出てくる、どうだろう、そのお父さんがなんと、ショーン・コネリー、これも先出てけんかあのね、もう往年の俳優さんですけど、まあ、もう亡くなられましたけどね、まあ、分かってる人は、初代ジェームズ・ボンド、007の初代の、役をされたのが、その方なんですけど、ということで、この最後の聖戦で、インディ・ジョーンズのお父さんとして言ってたショーン・コネリーで、あのジュニアって言われて、インディ・ジョーンズがやめろその言い方、俺がめっちゃ怒るっていう、そういうお話があったりとか、で、その次が、クリスタル・スカルの王国っていうね、これまたあのドイツ軍とまた戦ってるんですよ、これね。私その時映画館で働いてる時でした。チケット見ちゃってましたから、お客さんが出ましたね。いや面白かったからね、はい、そして、運命のダイヤルになるんですけど、まあ、運命のダイヤルは僕見てもないですし、実は資料関係一切、あの、映画見てないから見やんとこうと思って見てからね、そう、見てから見ようと思ってるんで、まだ全く見てないです、全く見てないんですけど、あの、はっきりと分かっていることは、あの、いや、多分結構 CG 使ってるよねっていう。もういくつですか？いや、もうなんかほぼ78か80かなんかそんなんですけどね、すごいですよね、このずっと主演をされてきて、そうね、作品って。ハリソン・フォードってね、スター・ウォーズなんですよ、ハンソロ役で注目されてる、で、それで、まあ、レイダースでも、要はそのインディ・ジョーンズでも使われて、で、それがきっかけになって、なんとブレードランナーの主役、リードリー・スコットが、あの、監督をした、だからもうこの辺でもあのなんか SF ファンの間ではもうなんか、あの、 SF のニヒルの役やらしたこの人みたいな、なんかそういう、イメージ、まあ、ニヒルって言っても、あの、ハンソロは全然ニヒルじゃないんだけど、はい、はい、そうですね。で、まあ、一応その前にアメリカン・グラフィティとかにも出てはいるんですけど、やっぱ印象のことはやっぱスター・ウォーズのハンソロでした、だからこのブレードランナーまでの、このスターウォーズ、あの、インディージョーンズ、ブレードランナー、この流れがやっぱり決定づけたんじゃないですかね、はい、まあ、その後ね、いろんな、あの、その SF じゃない作品とかね、いろいろ出はって、まあ、そこから、あの、もう、アカデミー賞俳優になるはずですけどね、はい、そして刑事ジョン・ブックの目撃者とね、これも見ました、はい、という、まあ、ハリソン・フォードがやってるインディ・ジョーンズなんですよ。だから81年で11歳でしょ。で、僕あれ映画館じゃなくて多分テレビで見たと思うんだけど、ただ魔球の伝説は映画館で見たんです、友達で、だもうめちゃくちゃ面白かったっていうイメージがすごい強くて、中学生ぐらい、小学生で中学生ぐらいでしょ、見てた。あの時はすごい夢中になりましたからね、で、しかもスターウォーズシリーズもあって、ハリソン・フォードって僕らの中ではヒーローでした、まあ、そのハリソン・フォードが御年80になろうかという、時に、まさか、やんのって、いや、だって、あの、何、スターウォーズのこの間のシリーズで
半ソロで出てきたのでもびっくりしたけど、出てくんねえのはあったけどね。でまさかインディージョーンズ、いやだって子供出てきてたやん、うん、クリスタルスカルの王国で、うん、えまだ現役みたいな、やらすかみたいな、なんかもう孫出てきてもおかしないやろっていう感じなんですけど、どうなってんねやろなみたいなね、期待はありまして、ただまだ見てませんので、はい、また見たら隙間があったら報告します。あ、ちなみにマテリアルでは上映しませんので、はい、一切やりませんので、勝手に僕が盛り上がって言ってるので、はい、ここで勝手に上映したりはしませんので、はい、その点はあしからずですね、はい、という感じでございます。はい、はい、ということで今日のグッドチョイスでした。はい、ということで、また喋りすぎました。はい、喋りすぎました。テントにカットしますけど、はい、フィーバー、はい、フィーバーしました。今日はフィーバーでまとめようか、はい、はい、という感じの日でした。はい、どんな感じですか。ふたろん、何ふたろん、急に急に急に来た、さようならを上映してますので、ぜひぜひ、はい、お越しくださいませ。でも8月とか9月とか、うん、どんどんね、あの上映作品が決まってきてるので、マテリアルも、うんうん、なので9月ももう決まってきてる。そうですそうです。でも楽しんでもらえるものがいっぱいあるって、で、はい、監督さんが来てくれたりとか多くなったんで、ね、それがまたまたね、素敵やなと思って、うん、それを楽しみに皆さん来ていただけたらなっていうのが、ね、はい、あります。はい、急にね、まあ、暑いんで、どんどん痩せていくんじゃないかなって。あ、みんなガリガリになっちゃ う、ね、ガリガリなりたいわ。9月ぐらいだったらガリガリ、ガリガリなりたいわ。ガリガリガリクソンみたいな。はい、ミキマウス、どういうことですか。はい、はい、ということで、みんなでガリガリになろうということで、終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。